はい、コナンです。妖怪ウォッチメダルウォーズやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、僕の手持ちメダルはこんな感じですね。僕はね、無課金でやってるんで、ガチャはね、正直ね、全然引けてません。なので基本的にはね、ストーリーでゲットできるキャラを育ててね、それをうまく使って攻略していきます。結構ね、たくさんゲットできるんですよ。なのでこれはね、まあ大事にね、ちょっと使っていきます。そして装備の方は一応ね、伝説級で、まあメインキャラについては使えるような感じにしています。でストーリーの方は残りはね、いよいよ最後のイカカモネ議長、この辺りを残すのみとなりました。さあ、まだね、ここは多分追加要素だよね。多分そのうちね、この先のストーリーが追加で来るんじゃないかと思います。そのあたりも楽しみだよね。今のうちにね、だから妖怪をね、育てておいて強くしておくとね、いいんじゃないかと思います。でね、無課金でやってるんで、このタワーイベントなんですけども、鍵をね、開放できていないので、あまりなんかもらえるものが少ない。ずるいよね。鍵を買うと、なんかこの右側のね、報酬が全ていただけるようになると。まあでもね、無課金でやっていきますよ。まあ課金 OK の人はね、鍵も買ってね、効率よく進んでいくのがいいんじゃないかと思いますけども。さあ、それではね、ストーリー進めていきましょうか。大森山の、まずね、そのイカカモネ議長行く前に、ここのまあイカカモネ議長がね、ラスボスのになるわけなんですけども、まあ中ボスというのかな、この天狗、こちらのね、攻略もやっていきたいと思います。天狗はうまくいくと、まあ合成で使えるね、キャラもゲットできるんで、まあ落ちたらいいかなと狙っていきます。さあ、今回使うパーティーはね、まあこんな感じのパーティーでいきます。まあ、結構ね、気に入っているキャラというかね、ポイントとなるキャラとしては、払いましょう。まあ合成でゲットして S ランクまで育てました。あとはね、ウサピョン、これもね、その全体攻撃キャラとしては非常に優秀なので、まあ S ランクまでね、上げました。まあ S ランクまで上げたといっても、スキルレベルとかね、そのあたりは全部ね、1です。全然上げてません。なかなかスキルレベルまで上げようとするとね、難しい。あとここはね、このデビビルが弱体化仕掛けてくるんで、洗いましょうとかね、アツガルルで、まあ、チェンジスキルでね、この弱体化を解除してやんないと、弱体化するとね、瞬殺されるんで、まあ、こまめにチェンジしながら、あと洗いましょうのね、回復でうまくつなぎながらいきます。意外とね、この第7章の道中がね、難しいんだよね。6章ぐらいまではね、サクサク来たんですけども、7章はね、結構難易度が高い。敵がね、たくさん来て一気にね、こう攻め込まれるんで、そこをどうしのぐのかだよね。パーティー編成としては多分みんな同じような感じになってくるのかな。無課金でやってる人はね、多分僕と同じようなパーティーでやってる人結構いるんじゃないかと思います。あとは壁役としてね、ロボニャンがね、非常に優秀です。これも S ランクまで育てました。タフだよね、ロボニャン。ほんと倒れないからね。そしてワルニャンは攻撃力結構強いだよね。まだね、今ちょっと育てている最中かな。まあ育成要員としてね、今回パーティーにちょっと入れています。だからパーティーの必須ではないよね。さ、ウサピョンもね、チェンジスキルで素早さアップ。まあこのゲームうまくこのチェンジスキルを使うのがポイントだよね。さあ、いよいよ来たぜ天狗。さあ、ボスキャラ、さあ、アツガルル、そしてウサピョンで、このザコキャラ言っても強いけどね、通していきます。そして天狗で吹っ飛ばす。
天狗対天狗か。相手もね、この天狗吹っ飛ばし使ってくる。おっと、これでちょっとタイミング悪いとね、必殺技がキャンセルされちゃうんで、その出すタイミングだけちょっと注意が必要です。さあ、ウサピョンで削っていく。ウサピョンはね、この離れたところから攻撃できるのも結構気に入ってます。さあ、ロボリアンパンチ、結構威力あるよね。さあ、もうあと一息ですね。いきました。さあ、まあここはね、さあ、ワルニャン育てていきます。さあ、報酬ゲット。さあ、いよいよね、最後の敵、イカカモネ議長やっていきましょうか。たくさんの触手を出してくる、どんなギミックなんだ。ちょっと初見プレイなんで、どうだろう、勝てるかな。この触手攻略情報ね、これ非常に重要です。広い範囲を攻撃できる妖怪を使ってみましょうということで、ウサピョン使えと言ってますね。まあ、僕の持っているキャラで範囲攻撃で使えるキャラって言ったら、このウサピョンとアツガルルぐらいしかないんで、まあ、この2体は入れていきます。あとは回復の洗いましょう。さあ、まず打ち合い。さあ、天狗で、お、いい感じじゃないか。弱体化をかけられた。さあ、ここ洗いましょう。で、弱体化解除。弱体化したらすぐ解除した方が多分いいです。だから解除要因は入れておいた方がいいよね。まあ1体もしくは2体、このイカカモネギ挑戦では2体あると、まあ絶えず解除できていけるかな。そしてロボニャン、もうあとこの辺りはひたすら削っていこう。さあ、いけそうだぞ。さあ、素早さ力アップのウサピョン。ウサピョンね、これ発動するまでのための間にね、やられてしまうことが多々ある。さあ、洗いましょうの回復、この片付け台がね、歩いていって回復してくれるんで、回復キャラとしてはね、結構優秀だと思うんですよ。まあ、キズナースとかもね、使えるんで、まあ、状況によってこのキズナースと洗いましょうを使い分けていく。今回は洗いましょうでいきます。さあ、ウサピョン打っておいて、チェンジです。で、洗いましょうの回復要因、片付け台を出す。弱体が解除しつつ、天狗でちょっとダウンさせておいて、さあ、いけるか。残り半分を切ったぞ。これ途中でチェンジするのか。おっと、何が起きる。お、なんか変わったぞ。そして何か出してきた、これか。これここで全体攻撃キャラでこのイカ足を壊さないとやべえっていう攻略のヒントありました。さあ、ウサピョン出番です。イカ足強えじゃねえかこれなかなか倒せないぞ。アツガルル打ちたい。これで終わりか。何が起きる？お、進化した。第二形態か。弱体か。さあ、洗いましょう。ウサピョン打っておいて、あー、死んだ。洗いましょうで。回復。やべえ、天狗がやべえ。間に合わない。回復で。さあ、いけるのか。まだタフだぞ。残り3分の1もある。お、何か氷みたいの出してくる。なんだこのギミックは。これ食らっちゃうとちょっとやばいね。やべえ、チェンジが溜まってね。死亡やべえ、1体で結構あるな。残り4分の11、1体でいけるか。うまく洗いましょうで回復しながら行けばいけるか。あとこの氷のなんか
吐き出してくるやつ、これ食らわないようにしないといけないよね。まず洗いましょうの片付け台出しておいてチェンジ、回復でもう持久戦でいくしかねえな。やべえな、ちょっとさすがに1体だけだと厳しい。やべえ凍った、チェンジで逃げる。さあ熱がるる、なかなか HP が減らないタフだぞ。なんだこのイカ攻撃。さあ洗いましょうで片付けらい出して回復、こううまくこれ回復繰り返していけばいけるんじゃね。これ制限時間ないよね、これイカパンチ。やべえ天狗ギリギリ、ロボニャン、そしてロケットパンチ。 HP 減ってんのか、さすがに1体きつい。おっとこの氷の柱避ける。さあ弱体化も解除しつつ、さああと一息いけるか。さあロボニャンロケットパンチ、さあいけ、押し行ったぜ。あぶねえ、途中から1体は厳しいわ。やっぱ ラスボスだけあって強えな。さあクリアしました。おう S コイン、これは嬉しい。さあそれではこれ難易度超いってみようか。これうまくやればちょっとさっき立ち回りミスりましたけども、うまくやれば超とか極でも多分このメンバーでいけるんじゃね。感触はあります。ちょっとねさっき途中で2体やられちゃったんで厳しかったけど、まあうまくチェンジしてあと回復しながらいけば、やられずにねいけば3体いればね多分そんなに苦労せずにいけるんじゃないかと思います。そううまくねチェンジスキルを使っていく。さあウサピョン、地蜘蛛もね強いです。フレンドから借りてきました。さあ弱体化解除、アツガルル、さあウサピョンだ。さあ必殺技絶えず連発していく。さあ洗いましょうで片付けないで回復、やっぱ回復いるね。回復ないと多分持たないよね。まあ回復はね僕は持ってないんだけど、キリンもね結構おすすめです。復活できる、死んで復活はね非常に使える。さあ洗いましょう、だからガチャからまあゲットできない場合はこの洗いましょうかキズナースを育ててやるとね多分いいんじゃないかと思います。でねやっぱり S ランクまで育てないとこの第7章は辛いかなっていうね感じがする。第6章まではね A ランクで十分なんだけど、この7章は S ランクまであった方が多分ね確実にいけます。だからこのゲームは無課金で攻略しようと思ったらやっぱり低ランクのね E ランク D ランクとかもランクアップで上げていって、まあなるべくね A ランク S ランクをねたくさん作ってやる、まあそんな感じになってくるよね。おっと第2形態以下かもね議長、どうなんだろうねこのメダルウォーズ。今はこのイカカモネギ議長までしかストーリーないんですけども、まあ妖怪ウォッチプニプニとかみたいな感じでねどんどん妖魔界とかね追加されていくのか、まあゲームの人気次第だとは思うんだけど、今のところねまあまだリリースされてねすぐってのもあるんでですけども、ランキング上位に入ってるよね、結構人気というかね滑り出しとしてはいいんじゃないかと思います。
まあ、ただちょっとこの育成とかいろいろコツがあって難しいよね。さあ残りあと少し、今回ね3体生き残ってるんで比較的ね楽です。まあ、あとはねうまくスキルチェンジしながらやっていけば、あっウサピョン死んだ、やべえ、油断するとねやられますね。さすが難易度超というだけあってさっきよりちょっとむず難しくなってるよね。さあ片付けらいで回復しながらもうあと一息、何かあと一発打ち込めばいけるんじゃね。よしったぜ。さあ倒しました。お、なんかレアなアイテム来たぞ。これってあれだよね、難易度が高い超とか極の方が獲得のね報酬がいいんだよね。さあ報酬ゲット。さあこちらの、お5つ星コイン、これは嬉しいよね。